今後のことで大きく2つ要望しました。1つは子ども被災者支援法の基本方針には適切に住宅問題を対応するという項目があるんですが、これを抜本的に見直さないかということを提案しました。原発事故は人災であって、これに対する非難に関しては国が責任を取る必要がある。ですから長期にわたって安心して住むことができる無償の住宅の確保を基本方針に書いてほしいと訴えをしましたが、見直しの時期はまだ未定であるが、いずれ見直しをすると、今はできないと、いずれやるという曖昧なお答えでした。で、最後に、だったら新しい法律を作ってくれませんかということをお尋ねしました。住宅の確保というのは原発を推進してきた政府の責任であるということで、その責任を明記をした新しい法律、住宅が必要な避難者には長期にわたって無償の住宅の提供を行うような新しい法律を作ってくださいと言いましたが、これは既存のもので何とかなっているのではないか。あとお一方は、法律は規制をするためにあるんだから、住宅を作るというのは新しい規制ではないので、ちょっと考えが違うみたいなことも言われて、なんだかわけがわからない。財産を閉じよう、兄弟親子バラバラになって逃げ出した、ここを国はしっかりと考えてほしいですよね。何にも悪いことしてない、帰りたいなら本当に帰りたいのはやめまでと、帰れないから帰れないでこうやっているんですよね。一人でも子供は大切だっていうような、そういう考え方を持って、子供を大切に、福島県からどんどん来なさい危険な人は、そういうような法律かな、そういうものをこれからどんどん作っていただけなければ、そういうように私は考えております。2011年の3月にこちらに避難して、約3年とちょっとですが、実は去年の夏までは2年半ぐらいは、都営住宅でできるだけ30キロ圏内の人たちに迷惑がかからないように、静かに目立たないように暮らしていました。でも去年の夏からですね、都営武蔵野住宅の、若いお子さんをお持ちの若いママさんたちが立ち上げた会がありまして、これは与覧所サロンというんですが、そこで立ち上がった会で、若い人たちが頑張ってるのに、子どもたちのために頑張ってるのに、やっぱり、中高年の、まあ、私もそうなんですが、これは応援しなきゃいけないっていうことで、立ち上がって、先ほど会長からもありました2月28日の検討、それから3月の都庁との懇談会、それで今回に至りました。若い人たちだけでなく、やっぱり中高年の人たちもやっぱり頑張っていないと、そういう感じがしております。自分たちが声を上げなければ、もうシリピレトンボのように切られて、その声が、まあ、なくなって、放射能のこの件もだんだん少なくなっていくと思いますので、上げてます。そしてなるべくですね、他の避難者の人たちと一緒にやって声を上げれるのが一番いいとは思うんですね。ただなかなか現状ではそういう余裕もありませんし、金銭的にも時間的にもできる人たちでやってるっていう感じなので、まあ、でも今後何らかの連絡網とかでやっていけたら本当にいいなとは思っています。